はですね、腰痛というよりも左の背中です。左の背中、背中と腰の違い分かりますか？背中と腰の違い、背中と腰の違い、どんなです？背中は上の方で、腰は下の方かな。もっと下行ったらお尻かなと、ね、もっと下に足がついてるしと、それじゃあちょっとあれですから、腰はですね、肋骨がついてないんですよ。だから自由にこう動くんですね。これ腰です。肋骨がついてる。背中というと普通この肋骨があると、だから肩っていうね、ここまで肋骨が全部ついてるでしょ。そういうふうに考えてる。だからこの辺こう立てて、いやー腰がってこれはないわけですよね。これはどこかというと背中なわけです。で、ちょうどこの、まあ、溝落ちのすぐ横というか肋骨のちょっと中ですね、左側のおっぱいの下、ここに膵臓ありますけど、これのちょうど裏側、この辺がですね、キリで刺すように痛みが出るんですね。で、これはすごい酒飲んだりとか甘いもの食べて膵炎を起こした時にはもう激痛 の痛みが出てきます。で、この痛みがあるかないかを調べるのは、さっき、左の上腹部を押さえた時はまっすぐ押さえましたよね、真下に。で、今度はですね、これを指をキュッと曲げて肋骨の中をギュッと入れてみて、で、中にギュッと入れると、うお、なんか痛いという人は結構います。それは軽い膵炎を起こしているんですね。まっすぐ押さえるのは大丈夫なんだけど、指を曲げて肋骨の下にギュッと入れると、あたたたとこうなる、うーっとなんか重たい痛みがあるぞという方は、まあ膵臓が疲れているわけですから、血糖値を測ってみることが必要ですよね。膵臓が弱ってしまって高血糖、糖尿病の恐れがありますから、でこういうのはですね、血糖値はまだ現れていません。ヘモグロビン A1C にも出てきていません。自分も自覚症状は何もないです。これはもう絶対触ってみないとわからないですね、こうやって押さえていく。今やってるお腹の診断を腹診と言いますけど、これは今世の中で誰もやりません。お医者さんもほとんどやらないですね。鍼灸師の先生方がやってもさやってくれるかなっていうところですね。わからないけど もう自分でやるしかありませんから、皆さんが自分で今日の声を覚えて、自分と自分の家族のお腹を触っても法律に一切触れませんので、しっかり体に触ってみてくださいね。誰も世の中では触る人いなくなりました。お医者さんとかですね、まあ鍼灸師の先生、もうどこ行ってもみんなのお腹触るんだったら、私がこんなこと言う必要ないんですよ。誰もやらなくなる。今日の夕方お見えになるあの患者さんは、腎臓結石なんですけど、で、腎臓結石だって言うけど、どうやって調べたんですか？いや、エコーで、血液検査で。で、こうお腹触って、これ触られたんですかって言ったら、お腹なんか誰も触らない。触らなきゃわからないですよね。皆さんもう必ず帰ったら練習のつもりで、練習のつもりでやるんですから、どうでもいい人やってくださいね。例えばご主人間違えてあーってやって、ご主人が痛いって言ってもいいでしょ。大切な息子だったりしますから、だから息子の時は浄水器をやるんですね。だからそれでも混ぜて近所のおじさんがなんか連れてきてやってやるっていう、絶対大切なこの人を治療しようっていう人を今日帰って一番にやったら絶対ダメですよ。まず自分もやってみる、それから近所のおじさんやってみる、ね、どうでもいいのを先にやるんですよ。それからやってみる、大切な人、これがコツです。うまくいくコツです。次はですね、9番目、婦人科の腰痛ですね。下腹部の痛みというのがあります。で、今日も女性の方が非常に多いんですけど、大体ああなんか生理痛かなとか、なんか婦人科がおかしい、私は子宮筋腫があるかな、今日なんか調子悪いなっていう時に皆さんどうします？そういう時、よし、今日はなんか子宮筋腫が大きくなったからちょっと運動行ってこようっていうのないんでしょ？ないですよね。生理痛だからちょっとゴルフやろうかっていう人もいないですね。大概その婦人科系のことが何かトラブルあった時には寝るんですよ。皆さん寝ます。だから今日男性の方がお寝になってますけど、ご主人が帰ったら奥さんが寝てるというのは怠けてるわけじゃないんです、ね、女性の味方でしょ
と楽になるんです、意外と人間の症状って。じゃあ診断するときにはどうしたらいいか、より辛いことになってなきゃいけないわけですよね。だから婦人科の病気とか婦人科の症状を見るときに、寝せてお腹を触ったら分かりにくいんです。座りでも、座りの時でも、いや座りがあってなんかムクムクして、この辺がおかしくて、この辺背中お腹が嫌、ああなんかご飯の匂い嗅いだらもうううってなりそう、そういう人をですね、ベッドに寝せて、あ辛いでしょうからベッドに寝てくださいと、まだね3ヶ月4ヶ月でまだ安定してないから、じゃあベッドに寝てみましょう言ったら、もうねその座りを起こしているお母さんは楽になる。楽になったらどうなるか、どこが悪いかが分かりにくくなるんです。辛いでしょうけど、そういう婦人科系のとか、つわりがあるようなお母さんとかね、必ずこう壁に背をつけて立たせて、背中をこうつけてないとこうグラグラしますからね、背中をつけて、それでお腹を押して、そうすると分かりやすい。腰が痛い人とか、中性炎とかのお腹の手術したりとか、座りの人が来たら、じゃあこっちに立ってくださいって言うんですね。でも患者さんはもう、あもうつらい、こうしながら、もうベッドに自分でこう寝そうになるんですね。でもどんどん寝て患者さん見ることはないです。患者さんを寝かせて、ここが痛いですかって見るのは、鼠径部の痛みぐらいですか。あとまあ腹診でお腹見るときぐらいで、半分ぐらいは立ってみますね。だいたい診断するときの半分は立位です、立ってます。あとの半分が座位、座るか、まあ、仰げ寝て見るぐらいですかね。立ってみた方がより患者さんとしては辛いわけですから、分かりやすい。前屈をして腰が痛いとかいうときもですね、膝の裏に痛みがあるときがあるんですね。そういうときはこのベッドの先端に膝をつけてもらうんですね。そしてこうちょっと前かがみになって、腰の痛みが出るまで前かがみ、こうすると後ろから押さえてもグラグラしないんですね。これただこうやってるだけだとこうなんかこうグラグラする。膝をこのベッドかなんかの端につけて、でこれでこうやってもらう。で立ったまんま膝からふくらはぎからこう痛みを調べる。ちょっと今日内臓の話だって言ってるのに話が違いますけど、だからふくらはぎを肉離れしたという場合も、寝せた状態でふくらはぎの肉離れ、いくら探したって的確なところは絶対見つかりません。その時には立っていただいて、なんかちょっと触って、ふくらあの肉離れして足を後ろに下げて、アキレス腱ちょっと伸ばす、痛いんです、これだけで。だからちょっと痛みが出るぐらいにしといて痛みを探す。そうすると一番究極の一点が、そうすると見つかる。そうじゃなくて、足を例えば気をつけしたままだと、この辺かなってぼんやりしかない。寝てしまうともっと広がる、この辺かなになる。ところがこうやって足を伸ばして痛みが出る姿勢にすると、もうここだっていうのが分かる。逆に言うとですね、激痛が走りますから、押さえる時も本当に優しく押さえてあげないと、ギャッって言ったっきりですね、もう痛みがひどくなりましたという人もいます。そういう時はもう優しく痛みを探すと。それで、膵臓の腰痛の場合、まあ、背中の痛みですね。この場合には、左の上腹、肋骨の下に指を差し込んで、奥に痛みを感じるかを調べます。で、この時はですね、胃の痛みではありませんので、左足の F、人差し指を清潔四角します。もし胃の痛みと鑑別診断したい場合は、胃の痛みかな、膵臓の痛みかなって鑑別診断したいときには、F1、左足の親指から先にやっても構いません。でも大体、膵臓だな、これはと。もう読みが間違いないだろうというときには、F6、左足ですね。清潔試薬やってみても構いません。どちらをやっても構いません。どっちでもいい。どっちで良くなるかというのを確認できればいいです。で清潔試薬をやった直後に、もう一度同じようにここにギュッと指を差し込んで、痛みの変化があるかどうかを確認すると。で確認した後に立っていただいて、さっきやった腰の痛みが消えているかどうかを体を動かして診断をすると。これダメですね。
ASE の場合は甘いものとかお酒、まあね、糖分に炭水化物とか糖質に膵臓っていうのは反応しますから、まあ、ここをよく、見てください。例えばあんまりにもすごい痛みがあったりとか何回も頻発するようだったら、これちょっと一回専門の病院に紹介してもいいかもしれませんね。まあ、そういうところも、ちょっとよろしくない病気があるかもしれませんから、まあ、肝臓の場合もそうですね。婦人科系の場合は、まあ、今言ったように立って立位でお腹とか腰を押さえるんですけど、例えばですね、まあ、さっきつわりの話をしましたから、つわりの時っていうのは立っていただいて、それで、みぞおちからおへそまでのところで痛いとか何か調べます。こう調べます、ね、今度は逆に胸をあの壁につけて、今度背中を押さえます。背骨の両横にどっか痛いところが出てきたりします。それも確認します。それからお尻の、まあ、赤ちゃんが例えばいればね、この辺にも痛みが出ることがありますから、このお尻のちょうどパンツに隠れたら、これも立ったままどっか痛いところがないか真ん中も含めて調べます。で、可能だったら前の方ですね。こう男性がちょっと調べるのは難しいでしょうか。例えばご主人だったら立たせておいてここを押さえることができますよね。女性同士だったらごめんなさいねって言ってこう調べることもできますので、ここも調べて、でこういうところをまず調べるんですね。でそこの痛みがあるところにマジックでちょんちょんちょんと全部白白をつけておきますよね。で、何をするかというと、一番に皆さんにやってほしいのは三陰交の鉛皮診断です。婦人科の病気の場合には三陰交に治療をする、鉛皮診断をパッとこう水玉をペタッとかけるくっつけたりとかですね、そういうことをするとさっと半分ぐらい楽になります。で、もうこれ鉛皮診断でいいですよ。パイオネックスのこのヒールを、この内くるぶしから指4本ぐらい、これ三陰交というツボがありますね。内くるぶしからこうすねの際がありますね。この際を押さえて指4本ですから何センチぐらい、私の手だったらまあ7、8センチぐらいですかね、これその人の指で見るんですけどね、だいたい5センチから8センチぐらいの間のところでこのすねの際をこう押してギャーっていうのが痛いところあったら、そこに鉛筆をピタッと貼ります。で反対側もこう痛いところあったらそこにピタッと貼ります。それでもう一度お腹の痛み、背中の痛み、腰の痛み、下腹部の痛み、もう一回触ってみて、この三陰交に鉛皮芯を貼るだけでそういう背中とか下腹とか腰痛が軽くなるようだったら、その減っていく痛みっていうのはおそらく婦人科だろうというふうに思われてもいいと思います。これはですね、例えば鍼灸師の先生やなんかに、これでやってみたらどうですかって言ったらですね、そんな乱暴な話あったもんじゃないと言われるかもしれないんですけど、そういう先生方っていうのは必ず女性のその婦人科系の病気には三陰交を効くって知ってるんですよ。ですからあれやってこれやってこれやってあれやってこれやってこれやって、で最後に三陰交にペタッとこう鉛筆貼ったりとか配置したりするんですね。で皆さんはそんなのどうでもいいんですよね。良くなればいいわけですから、一番最初に三陰交に貼ってるんです。で逆にこれで良くなるんだったら婦人科の具合が悪いんじゃないかなっていうふうに逆に読んでもいいんです。それでもいいです。で次は今度は清潔治療をするとしたら、三陰交っていうのは3つのあの経絡の3つの非経と人経と関係が交わってますので F の1、2、3の清潔治療をしてみるんですね。これはどうしても早く治したいなという場合の段取りです。三陰交を先にバンとやっといて、お、なんか楽になったぞというところで、一番最初にマジックでご刺激してきたでしょ。でもう一回同じところ触るんですよ。でもし痛みが消えてたらアルコールの綿花でそのマジックをシュシュシュと消してください。例えば背中に4つ痛いところがあったと思ったら、あ、3つ減ったぞ、1個だけ残しておいてくださいね。でお腹の方もここ4つぐらいあったけど、あ、2つになった。でこうマジックでこう消すんですね。で、ちょっとそこでしばらく2、3分かあと5分ぐらい時間を置いといて、でもう一度押さえてみて、それでも痛いところがあったらそこには、そこに直接
せず、フィニッシュもピタッと貼っていただいて結構です。そしてその痛みをもう確実なものにするために F1、F2、F3 の整形試薬をやると、大体これが婦人科のよっしゃやるぞパパパッとやる場合はこれで、ところが皆さんの中にちょっと余裕がある、でこういうとこ勉強来てるんだから、F1、F2、F3、3以降やるから、 F1、F2、F3 って3つ全部やるのが3以降のツボの特徴なんですね。でそんなアバウトなことやらずに、もうちょっとこれで効いたのか、これで効いたのか調べてみたいという場合は、その患者さんの例えばつわりでも腰痛でもなんでもいいんですけど、一番つらい症状を聞いておく、もしくはここを押されたらギャッと言うっていうのを確認しておきますよね。もう1個だけでもいいですから。そしてまず F1 の整形試薬をやってみた、でそのギャッという痛みが変わるかどうか確認する、 F2 をやってみた、そしてまた抑えて腰の痛みとかお腹の痛みとか F3 もやってみる。そうすると F1、F2、F3 でどれが効くかっていうのが分かります。どれが効くか、例えば F2 で効いたとしますよね。これ関係ですから、足の親指のこちら側からずっと内股のところにかけて関係っていうのが入って、で婦人科とか男性でも生殖器系のところに入ってるわけですから、その途中にも何か痛いところがあるんじゃないかなと探すこともできるわけですね。関係で効いたっていうのが分かるわけですね。それで F1、F2、F3 の整形試薬をやる、で例えば左側をやったらどうだった、右側をやったらどうだった、ね、F1、F2、F3 っていうのは、右と左で言うと6個ありますから、そのうちのこれだけやればいいんだというのが分かれば、将来的に例えばそれがうちの娘だったでしょう、将来的にあこの子は婦人科系で何か調子が悪くなったら右足の F2 だけやっとけばいいんだなと、非常に取り早い話なんですね。で、今度は逆に行ってそれを確実にするために、痛い方の3以降だけピタッとエピションを貼っておけば OK と、ここになります。でこれが婦人科の